ネクストヒロインの選手と一流プロキャディが組むとどんなラウンドが生まれるのか、そんな疑問から生まれた6ホールのラウンド対決を行う当番組、プロキャディは新岡隆三郎と小田徹。新岡はツアー通算10勝、小田はツアー通算15勝と一流キャディである。そして今回対決を行うのは千葉県市原市にある鶴舞カントリークラブ。コースは舞台、プレイヤーは役者をコンセプトに井上誠一が設計。70万坪の広大なコースには池、橋、谷などがあり戦略性が高く、2010年からはサイバーエージェントレディーストーナメントの舞台にも選ばれている。今回はそれぞれ18ホールに分かれている東、西コースのうち東コースのインを回る。前回のホールではここだね、ピンがね、はい、一応バック位置、このねバック位置だけ5ヤードだ、はい、153までは打てる、打ってる、はい、で風が正面ぐらいかな、上げてる、そうですね、アゲンストやや右から、おー、ジーザス。いいだった、うん、でしょ、本当初めから後ろから見て、はい、っていうルーティンから始めて欲しかったなと思った。今みたいにやっぱり悩んで打ったでしょ、ティーショット、はいはいはい、やっぱり結果になる、確かに、うん、うん、ナイス、ありがとうございます。わあ、入らん。オッケー。うん、ナイス。今アプローチうまかったね。ありがとうございます。お互いにパートし、2打差のまま最終ホールへ。このまま上野小田ペアは築山新岡ペアに負けてしまうのか。最終ホールは17番515ヤードパー5、ティーショットではフェアウェイが狙い目と逆方向に傾斜していて攻めづらい。 S 字に曲がっているためセカンドショットは右目狙いがいい。あの右のもじゃもじゃが244ですかね、雰囲気。カートの、うん、カートの左のが。左ですよね。左目の方が。うん、ちょっと左サイドの方がいいと思います。そしたら結構こうランでこう前に前に。フェアウェイ左サイドが良さそうですね。下りですよね。そう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 。いや、フォローしてる。で、あの2打目なんかもうユーティリティでついたイメージ。多分ね、あそこからだから220しかない、あそこの木が、はい、220でフォローで、だから言ったら、そうそう、あの切れ目の方に、はい、最後、はい、最終地点につくのが一番いい、はいはい、そんな遠くないですか、全然届く、届く、うん、いや、全然いいよ、マンホール変えるんですか、ボール。えっ、ー、とね、えっ、ー、とね、
人によるバーディー取って帰る人とかボギー打って帰る人とか、あとマイホール帰る人もいる、うん、私3ラウンドに1遍ぐらい帰る大事にするねいるかな。あの方がいい。あ、いいですか。うん、行き過ぎるとあそこね、あそこ木かぶっちゃうんだよ。逆にいいかもしれない。うん、ドライ。出ます。お願いします。あるな。乗せちゃうか。の。二つで。乗るかな。どういうコースか分かんないもんね。はい。なんかワンチャンありそうだけどな、今のあたりだったら。うん。ヒロシとかもあんま買えないかな、ボール。誰ですか。岩田。ああ。うん。なんか俺なんか傷ついてるぐらいがちょうどいいよっつって。同じボール使って。意外。面白いんだあれ、喋ると。喋ると面白いんですか。めちゃくちゃ面白い。あんまイメージないでしょ。なんか静かそうな感じです、ね、すごい面白い。面白いですか、うん、めっちゃ面白い。なんか好きな子のスイングが好きとかあるの。誰のスイングが好きとか。あ、スイング好きってあんまないです。まあダスティン・ジョンズとか結構好きなんですけど。マジ、もう何しで真似できないし。うん、最近デシャンボいいなと思って。振りちぎってんね。あの女性ってやっぱ筋肉つきにくいじゃないですか、うんうんうん、だけどそこを目指してもいいのかなって思っちゃった。来年のプロテストを目指す感じ。そうですね。あ、ちょっと長いね、そう考えたら。はい、だいぶ長い。モチベーションがなかなか。はい。来年の場所とかもう決まってる。いや、まだこれから、はい、多分もう来年の1月とかに出るんじゃないですかね。あ、そっかそっか。いや、ある程度日程決まんないとね。うん。わあ、いいホールだな。あ、届くんだやっぱり。いや、あれ200だもんね、右の。うん。これが220だね。で、220エッジの239。これ、うん、刻んじゃいますね、多分。あ、刻む？オッケーオッケー。なんか変にここ当たってもあれだし、うんうん、避けて左も。オッケー。そしたら刻むとしたら、このね120ぐらいでキャリーしたら、はい、バーって前行くね、はい。だから言ったら220の120でしょ。だから、100か。100打つぐらいで、はい、100打つぐらいでもうブーっていってここのこの辺に残る感じ。 100って残り100、簡単に100。そうだってここが最終ホールだとしたらの前提でやるとしたら、ちょっと、ね、まあ本当はここだったら全然、う、ね、うん、あ、でもそうよ、打ってましたよね、自分のあれの方がいいよ、うんうん、3打目勝負で全然いいと思う。ちょっと一回待ってね。あ、これはワンチャンある。これはちょっとプレッシャーをかけれるんじゃない。これが200か。うわ、いかないかな。まあ、あの手前のバンカーさえ越せば転がってる。あ、はい、ピンまでは220なんで、うん、でもあのバンカーじゃあ多分175とかじゃないかな、はい、超えるのが、はい、だから刻むんなら100打てば、はい、本当にバーって20ぐらい転がるから。そしたら残り100ぐらいエッジで狙いは見えてる。もうあのバンカーのバンカーですよ、ね、うん、で傾斜がこうなってるから、はい、まあ、ちょっと右サイドでも左に来る、うん、いや、もう多分
狙います。バンカーはもう超えるんで、もう狙う、うん、もうここでチョロしたとしても狙う。そうです。うん、おー、いい風来たよ。どうだ、ちょっと薄い、もうちょい、 OK、 もっともっと、もうちょい、いったー、よっしゃー、きたー、いやいや、あ、いやいやありがとうございます。よっしゃー、これはプレッシャーくるんじゃない。ほほ、ナイス、うまっ、ナイス、9、よかったー、うん、いいショットでしたね、あの左足下がりから、うん、顔を上げずにちょっと踏ん張れたもんね。はい、ね、ダフるのが一番嫌だと思って、うん、だからちょっとこうドロー打つときにこう浮くときがあるから、あ、ドローゾーンも下を粘ってこう打った方が、はい、球が前に行きやすいよね、うん、ちょっとかかとに来るときがあるから、はい、アプローチとかも、うん、なんだ、全然イメージ違う。いやいや、結果的に OKOKOK 何このイメージとのさ、全然ちょっと何も言わない方がいい。あ、そう、言わない方がいい、うん、ほんとなんか、ボール結構左に出た、思って高くいって、あ、もっとなんかこういうイメージ、あれ入れよう、あれさ、はい、ここも、うん、結構切れそう。そうだね、ね、カップ3つは うん、うん、カップ2つ強さによって、まあ、カップ2つは見ていいよね、はい、うんうん、行けば、あ、行かない、切れない、うん、ナイスパット、ありがとうございます。先です、うん、オッケー、パ、だからあれだよね、今後あのセカンドをこう狙ってくれるようなドライバーでしたね、1打目がもう、うん、スタイルしちゃった。そんな切れないかな。そうですね、後半のこの最後のラインだけど、はい、右縁ぐらい、 OK、 完璧です。
どう、試合では結構緊張する方？でもなんかいつも最終ホールのパターは結構緊張します、うんうん、あナイス、ありがとうございます。え、じゃあ最終ホールやりますか。というわけで、6ホール目の決着ホールだったんですが、なんと同点に追いついたので、あともう一ホール18番ありますので、エキストラでそこで決めるということにいたします。よろしいですね。はい、はい、行きましょう。じゃあ、決着ホールを渡りましょう。はい、はい、なんと、果敢にグリーンを狙ったセカンドショットを成功させ、イーグルを奪取した上野・小田ペア。対戦成績をイーブンに戻したため、対決の行方はエキストラの18番ホールへ。対決もいよいよ大詰め。2打差を追いつき、勢いに乗る上野・小田ペアと、ここまで堅実なゴルフを見せてきた築山・新岡ペア。果たして勝つのはどちらのペアなのか。